さーてね、よろしくお願いします。せっかくギガ伝説級のデスピサロが来てね、鍵なくても戦えるんだからね、ここで戦っとかないとね。まあ鍵のボスとはまたちょっとね、ミッションとか違うみたいだから。さあ、まずはデスピサロ第一形態。これいきなりピオラじゃねえ。いきなりピオラ、いきなりピオラ。第一形態はいてつく波動してくるから、そこまでバフせずに。はい、痛い。防御、早めに振っとくか。CT 吸収がね、これすっげーダメージ入るな。ジゴスラッシュ、これ和族王の刺激来る前にね、終わらした方がいいね。とりあえずこう倒しとくか。何回攻撃するねん。最初から全力で勝負だ。さあ、とりあえず防御で呪文無効貼っとく。魔法は跳ね返るぜ。痛くないわ。痛いとは言っていない。ピオリム、みんなタタウタ持ってきてるな。俺タタウタじゃなくてもよかったかも。まあ、デスピサロはね、この最終形態になってからはイテスク波動がないみたいなんでね、フルバフかけて、あとは殴るだけ。はい、あとは殴るだけ。お、ストンプしてくれるんなら早めに回復させておくか。あ、もう攻撃力2段階アップだよ。もう2段階アップだよ。全然食らわねえ。にゃん。これ楽勝だな。ドラゴンダメージ1だよ。怒った。ドラゴンソウル、はい、このまんまゲージ割っちゃって、氷炎の息を受ける。ホーリーブレス耐性の方が多いと燃焼、炎ブレスの方が多いと氷状態になる。そして激怒で輝く息、まあ、あとは草食いながら殴れば。草食う必要もないわ。もう終わったろこれ。ボーン、足りん、届かんか。チャークラで終わると思うんだけど、まあまあいい。そんな強くないね。ありがとうございます。ということで、ギガ伝説級デスピサロはそんな強くないですね。まあ、魔王級の鍵を期待しよう。ということでね、重要なのは最後のラスゲアを削りきれない可能性があるんで、
氷ブレスと炎ブレスどちらの耐性を上にするかっていうね。氷ブレスが上だと、燃えて、炎ブレスの方が上だと凍るんで、おすすめは、氷ブレス耐性を上にして、炎ブレスを、下にすることで、燃焼状態で駆け抜ける。まあ臭く言えば死なないよ。そして報酬、鍵出なかったな、残念。まあね、今だけだけどね。まあまあ、デスティサードの鍵1個もらえてありがとうございます。まあ、ギガ伝説級の鍵なしでデスティサードと戦うチャンスなんでね、このチャンス逃さずにどうぞ。と言っても多分この動画上がる頃にはもうこのイベント終わってると思うけどね。さあ、一応装備チェックを、装備ね、こんな感じ。ハグメタの兜でドルマ属性、そして闇ブレス硫黄で、ミラクルボディで炎ブレスと氷ブレス、ロトヨの鎧下で、一番初めのギラ耐性だね、ベギラゴンに対応するプラスブレスダメージ中で、ルビスの盾で、CT 減少ガードを取ってで、バハムートでドルマ属性で、暗黒体重で、氷ブレス軽減で、こうやって氷ブレスの方を上げることで、最終的に燃焼状態の方を受けるっていう構成です。適当、割と適当。まあ、氷ブレスをちょっと多めに積んでる。そして、竜神剣で稲妻疾風と刀身の人たち。で、タタウタとピオリム持ってきたけどね、結構タタウタ多かったから、ここアークブレードでもよかったね。火力枠に行くのもあり、タタウタは2つあれば十分だからね。そして第一形態はいてつく波動してくるけど、第二形態はしてこないんで、第一形態はバフほどほどにとっとと倒しちゃって、まあ最終形態でバフをかけましょう。まあそんな強くない。通行痛いからね、事故防止のためにね、メタスラの冠とかハグメタの冠で行くのもいいと思います。まあ自分の持ってる装備と相談。何よりもね、やっぱスタミナだけで挑戦できるんで、ここでちょっとギガ伝説級の強さにね、慣れておいた方がいいかもしれない。正直ね、ウルノーガの伝説級の方が強いレベルかな。まあ、昔のね、ギガボスなんで、ぜひ一度は倒しておきましょう。といったところで、ギガ伝説級のデスキサロン終了です。またね、次来週かな。ヘルバウムのギガ伝説級でお会いしましょう。